残業続いてるし、もう疲れちゃいますね。そうか、そうだ、俺んちこの近くだからちょっと寄ってけよ。今ですか？うん、いや明日も会社あるし、ちょっと今日ちょっと。何言ってんだ今のは。鴨のはこれだからな。俺だって明日会社だよな。家で飲み直そうな。あでも、あちょっとほら奥さんに連絡したんですか？急じゃないですか。ちょっと何言ってんだ、大丈夫だって。さあ行こう。マジっすか。じゃあただいま、ご主人様のお帰りだぞ。はーい。どうもすいません、はじめまして、あの営業部の山本と言います。いつの山本。ちょっと飲んでってさ、飲み足りないから連れてきちゃった。そうなの、うん、こんばんは、はじめまして、妻の千里です。いいからいいから、ほら山本上がれよ。千里、飯はいいから、うん、酒とつまみ出してくれ。わかりました、うん、じゃあお上がりください。あ、すいません、ほらほら、ありがとうございます。山本、はいはいはい。あ、ちょっと、奥さん、綺麗っすね。そんなことないだろう。何言ってそうっすか。上がれ上がれ。はい、じゃあお邪魔します。広くていいお家ですね。もうそうか、もうそんなもんはないけどな。さすがやっぱ部長クラスになると、うん、さすがもう夢がありますね。僕も昇進しないと。大丈夫だよ、お前も何年か後にはこういった家住めるから。ああ、そうっすかね。まあそれもら、飲もう。あー、お待たせしました。まずありがとうございます、うん、急に押しかけちゃって。大丈夫か、うん、失礼します。うちの妻の料理結構美味しいのよ。あれ美味しいですね。何もなくてごめんなさい。いえ、もうこんな用意していただけるだけで。しかもこんなところまで付き合わせてごめんなさい。どうせこの人のくだらない話聞いて付き合ってきたんですよね。くだらないってなんだよ。もう、いろいろ普段お世話になってるんで、もう。本当ですか？あ、本当です。あ、じゃあ、ちょっといただいていいですか？あ、ね、こちらね、入社2年目なんだよ。あ、まだ2年目なんですね。サシで飲むのは、今回が初めてなんだ、うん、な。あ、そう。言われればそうですね、うん、あ、じゃあ、ですか。今飲まないか、うん、じゃあ乾杯。やっぱ枝豆だよな、枝豆、うん、うん、まうん、何食べてきたの今日、うん、今日、刺身、うん、あとカニ、いいわね、うんうん、うまかったよな。美味しかった。うん、山本、うん、美味しかったな。ああ、お前何やってんだよ、お前。酔っ払ってんのか、お前。ごめん。ああ、しょうがねえな、もう。スイッチが。まあ、ってやるよ。びちゃびちゃ。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃって。濡れちゃいましたね。大丈夫ですか？キウイ。かしら。ああ、あの、大丈夫です、あの、お気遣いなく。濡れちゃいましたね。あ、いい。あ、何やってんだ。いや、ちょっと、すみません、もうなんか、あ、そうだね。ちょっと、酒持ってきて。あ、そうね、うん、よいしょ。あ、僕も手伝いますんで。何か手伝いましょうか。あ、大丈夫ですよ。すいませんね、あの人飲むとしつこくってこんな時間まで付き合わせてすいません。あ、いえ、とんでもないです。ねえ山本さん、私さっきから気になってるんだけど。はい。私の胸元とかパンツとかさっきからチラチラ見てましたよね。いや、そんなことはないです。本当ですか？でもここは